ユニコーンテールヘア。まずはヘアの結び目をほどくよ。後ろ側の結び目も忘れずにほどいてね。全部ほどけたらヘアを4本と2本に分けてね。左に4本、右に2本がポイントだよ。右の2本をそれぞれ3本ずつに裂いたら、それぞれ半分よりちょっと長めに三つ編みにしてね。三つ編みができたら左の4本とまとめてくるっと1つに結ぶよ。この時三つ編みが見えるように調整すると超キュート。出ている部分のヘアをふわふわになるように裂いちゃおう。全体を整えたら出来上がり。ユニコーンテールヘアを作ってみよう。その他のヘアスタイルにもチャレンジしよう。